くつなぎます、まあ、これが新ルールで適用されたリスタートです。高い位置で奪って金子ティーラゾン、コーナーキック蹴るのはティーラゾン、清水はマンマークディフェンスです。相手を抑えつけたと。ただここ2試合は攻撃的なプレイヤーからしますと先発しながら途中交代。いや抜けた、前抜く、これは入れ替わった、決定機だ、落ち着いて流し込む、先制エスパルス、完全にフリーになってました。西澤選手ですか、入れ替わりましたよね今ね、はい、ティーラトン低いボールでいく、クリア松原光、拾って木田、広瀬、中で大木原が呼んでいます。左足でボールを散らしてもう一度ティーラトン、大木原、清水はずーずー下がる、下がらないことですよね、ラインをね。遠藤が下げます。ここで少し押し上げるように吉本がジェスチャーしました。中に行きます、ティーラと木田が浅いですから、はい、焦りがね出てこなければいいですけどね。ティーラと遠藤、木田コントロールで右サイド、広瀬低いボール、最後は中川照人、先にエフバリノスが動きます。アウトするのは6番の大木原選手です。これ続けますかね、うん、まずコーナーキックが先、はい、ティーラトンヘッド流れてくる、リアでワンフリック、そこに飛び込んできました。広瀬が中に来ました、まあ、それはできると思いますし、今サイドバックがこう中に入ってきて、あそこを変えるっていうことを、そうするとやっぱサイドも空いてきますから、はい、ここに広瀬です。ティーラトン、マルコスジュニオから、ティーラトン、マルコスジュニオール振る、大丈夫ですか、目いっぱい振りましたが相手のブロックを受けました。アドバンテージは特に今シーズンありますからね、まあ、そういう雰囲気はねやっぱサポーターが作ってくれてると思いますし、こぎ上げるのは相当難しいと思いますからね、こう見てもね。畑中、狭いところ、遠藤